上原古年12月16日昭和15年5月24日は昭和時代の版画家、日本画家。梶田半子及び松本風子の門人。明治10年、東京浅草に生まれた。本名は上原千之助。古年、正明とゴース。はじめ梶田半子に支持した後、松本風子に支持して、日本画を学んでいる。岡倉角蔵に招かれて5年間。 日本美術院に勤務した。日本絵画協会、日本美術院連合絵画共振会などに作品を出品しており、また、絵画審査員に職託として務め、区内省や外務省の要命を受け、作品を制作している。後に、紅れ会会員、辰美画会の評議員、国画玉正会の幹事も務めている。とりわけ肉筆に、精力的に筆を振るい、 聖地で落ち着きのある作風を築き上げた。版画はやや仮作で、新版画に属する昭和3年製作に、渡辺版画店から出版した、紀版画、道頓堀が知られているほか、春日の完成や、早春漁村などといった、穏やかな風景が及び、美人画が見られる。昭和7年4月、渡辺版画店の主催によって行われた第3回現代、創作木版画展覧会に、 道頓堀、残党の2点の作品を出品している。昭和15年5月24日没、去年62、ト党図1910年頃。ありがとうございます。